こんにちは、次元です。皆様、角大師というこの疫病退散のためのお札をご覧になったことがありますでしょうか。このお札、角大師のを作りになられてモデルとなられた元山大師様という方がいらっしゃいます。この元山大師様という方は、良源という方なんですけれども、西暦900年代10世紀ぐらいですね、平安時代の真ん中ぐらいに比叡山の、一番偉い方なんですけれども、天台座主、第18代天台座主として比叡山をこう大きくされて盛り上げられて、比叡山中興の祖と呼ばれるお方です。伝教大師が平安時代の最初に、天台宗比叡山で開かれてから、100年こうちょっと経ってきて、だんだんこういろいろね、火事があったり、風紀がこう、ちょっとね、ルールが乱れてきたりとかした時に、いろいろそういうきっちりとですね、ルール決めをされたり、そしていろんなみんなが学問を勉強しやすいように、皆さんのね、ためのこう修行しやすいような環境を作られて、で、それからその後々の鎌倉ですね、新しいまたこう仏教が出てくる素地を作られたというあの方です。そしてそのすごいお偉い方だったので、朝廷から亡くなられた後に自衛大師という送り名を送られたんですね。でなので、自衛大師良源って言われたり、その元山大師様っていうのは元旦の3日目ですねに亡くなられたので、元山大師様と言われて、よく元山大師様というふうに、世にはこう広まっているかなと思います。そしてそれがその元山大師堂といって、比叡山の余川ですね、比叡山のは東道、西道、余川って分かれているんですけれども、その奥のこうさらに静かなところですね、のところで元山大師堂っていうのがあるんですけれども、そこでを開かれて、こう修行されていたというお方となります。だからこのすごいお弟子さんもたくさんいて、後々の浄土の流れを組む恵心僧図という方も、この角大師を作られた元山大師様のお弟子さんになります。でその元山大師様は、おみくじをの元祖が広められた方とも言われています。でこの角大師様のお札なんですけれども、これ五縁記千年記のって書いてあって、これ比叡山の余川の元山大師堂でいただいてきて、そして昨年ですね、ご縁のあるこの慈光寺に来られている方に、ちょっとこう 今のこの流行り病が流行っている時だと思って皆さんにお配りさせていただいたものなんですけれども、ご縁期千年なので985年に亡くなられたそうなので、これは1985年の頃ですね、のお札で、ずっとこの慈光寺のお寺はですね、ご本尊様の横に元山大師様の像をですね、お寿司の中に入られているんですけど、お祭りさせていただいておりますので、このお札はずっとそこに置かさせていただいておりました。でこの角大師がなんでこのお札っていうのができたかっていう由来なんですけれども、この元山大師様が、だいぶお年になられた時に、昔ですからやっぱり疫病ですね、流行り病が流行っていた頃があって、その時の流行り病の時に、座られていたら、疫病の神様がね、やっぱり法力のある偉いお方ですから、ゆえあって、あなた様の、疫病の神がね、その元山大師様に、ちょっとあなたのところに病気にね、ちょっと入らせていただかないといけないようになりましたって言ったら、それは因縁があるから、病気になってもしょうがないから、それじゃあここに入りなさいって言って、左手の小指を差し出されて、そこに疫病の神様がピュッと取り付いたらしいんですね。でそしたらやっぱり指物その
元山大師様もこうグッと来て、ちょっとこうまあ熱が出られたり、こうちょっとしんどい、グッと痛みが走られたそうなんですけれども、まあそこはこう精神を統一されて、そしてこう胆治って言ってこう指をパチンとこう弾かれてですね、その疫病の神様をこうバッとこう病気を追い出されたんですね。で、ああそうか、で自分はで、まあそれで治られたんですけれども、それからまあこんなちょっとこの小指のところにこの病気がね、疫病の神が入ってきただけでもこんなしんどかったのに、みんなどんなに皆さんあのね、いろんな多くの方は苦しんでいるんだろうということで、まあそれからあのお参りされて、まあ禅定というか、まあ座禅というかね、こう組められて、で落ち着いてこう皆さんのためにお願いされたと。でその時にそうされると、そのお姿が鏡に映ってたんですけれども、その鏡に映ったお姿がこう、こっちはあの映ってる方はこう人間として人の身として変わらないんですけど、この鏡の中にこの鬼のね姿が、や、まあ、夜叉の姿っていうのがバーッと鏡の中に映ったそうなんですね。でそのお姿を弟子の人が、まあ、うまい方がその書き写されて、そしてその姿ですね、まあ、この鬼の夜叉のお姿を版木にこう刷って、みんなのお札を作って、そしてあの南さんがお家のそれぞれの、まあ、今だった玄関の上とかで貼っておけば、まあ、病魔退散ですね、まあ、疫病の流行り病も入ってこないように、まあ、治るように、そしてまあ家にね、いろんな魔が入ってこないようにこのお札を貼りなさいというふうにして、そしてこう南もこう周りのね、まあ、あのまあおそらくは最初は滋賀県とか京都とかなんでしょうけども、そこにこう皆さんのところに貼られるようになって、そして特に江戸時代になって、あの徳川家康のねブレーンとして有名な天海大僧正が、まあ、特にこの元山大師様を信仰されていたので、あの江戸の方にも多分広がって、全国的に宗派を問わずこの角大師様のお札というのが結構ね、皆さんのこの玄関の戸の上に貼られて、この魔を払われるということで皆さんに信仰されたということになっています。そういうことで、この角大師様は、まあ、鬼という夜叉という、まあ、ちょっと怖いお姿にはなっているのですけれども、すごいあの皆さんを救おうという慈悲の心の現れの、あのまあ強いお姿ということで、このお札となっております。ですから私も、まああのね、ちょっとこう寒気がするな、あこれ風邪ひくかなとかいう時があったりしたら、 この、ね、角大師様を思い浮かべて、あどうか元山大師様、この病気になりませんように、健康でありますようにお願いします、よろしくお願いいたしますというふうにこう思ってお願いをさせていただいております。ですので、まああのこの、まあ、流行り病のご時世なんですけれども、まあ、結構元山大師様を、まあ、もちろん比叡山の横川の元山大師堂でもありますけれども、いろんな各地の元山大師様をお祭りする大きなお寺とかでは、あのこのお札を配られていたり、まあ、あのいただくことができると思いますので、もし皆さんよろしかったら、この元山大師様のお札をあのいただいて帰って、玄関の上に貼っていただければと思います。今日は元山大師様のこの角大師様のお札についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。